ホスト米英時代、外人ゴルファー突然死2件目、筑波大生突然死、プルトニウムである。100万倍セシウムとはプルト、ストロン、ウランの別称である。投稿者ホスト米英時代日時2013年7月12日13時間17分23秒、外人ゴルファー突然死2件目、筑波大生突然死、プルトニウムである。100万倍セシウムとはプルト、ストロン、ウランの別称である。クソジジイも偽キムチもパシリも、セシウム安全詐欺に限界を感じ、かといって今更プルトニウム汚染も言えないから。100万倍セシウムなどという表現を始めたようである。それはそれで良いから、100万倍セシウムとやらで、著名人がバタバタと突然死して、福島の不法乱な高止まり状態で、甲状腺の検査に行列ができているのだから、福島は強制避難で東日本は避難勧告という、まともな判断を、遅ればせながらすることである。この後に及んで吉田所長の死因は、放射能との因果関係は認められないとか、へ理屈を言っている場合ではなく、米英不遂バビロンの放射能垂れ流しが一番いけないのだが、貴様らやめろうと言えないならば、逃げるしかないのである。それを、もしかして大丈夫かもと、前向き思考というか、馬鹿思考で、食べて応援とかまるで根性を諦めて、来世で成仏しようという念仏みたいであり、そんなの私は嫌である。世界情勢に目を向ければ、クソジジイは、フロント国家である偽イスラエルが、シリアエジプトトルコに挟まれて、悪さができない状態となり、スノードンが二重スパイかどうかは別にしても、米英諜報機関の全情報監視が、ネット以前だったら、怖いとか、とても敵相手じゃないとか、恐怖を与えることができたが、ネット時代の反応は、覗き魔を嫌悪するような反応で、今ら連中の力の誇示で、お札やあちこちにある一つ目は荒井中ではないな、スケベジジイ、覗いてんじゃないよ、なんか文句あっかよ、なんだバカ野郎、という感じで、完全に人類に舐められてしまったのである。個別に言えば、当然監視カメラを通じて、女風呂も更衣室も、情報の名のもとに覗いているが、それよりも株や為替や不動産や、企業秘密も、産業スパイとかインサイダーといった可愛いレベルではなく、完全に通信傍受しているわけで、今更だが、昔から言われていた八百長が立証されたわけで、もう連中は、金融業界から追放されざるを得ない状態に置かれたということである。軍事に関しても、当事国の情報を完全に把握していたわけだから、防寒以上、共済化の責任が問われるわけで、やはりフロント国家の米国の正義など、言えなくなってしまったわけで、戦争詐欺もテロ詐欺も、すべて連中の不作為以上、主犯以下の態度が問われることになり、もう起こすに起こせないのである。まだまだ考えればいくらでもあるが、全能の神を目指したつもりが、まさかのスケベジジイのレッテルを貼られ、もう連中はおしまいである。我々も、情報洪水にアップアップしているが、連中は、盗んだパンツやブラジャーや、盗撮ビデオで部屋がいっぱいになり、窒息死寸前という感じで、アホである。連中が我々の先祖から盗んだ財宝も、花柄パンツやセーラー服に例えるとわかりやすいが、私も履いているが、一枚あれば十分で、タンスにいっぱいどころか、大倉庫も花柄パンツだらけとか、変態そのものである。私も連日の暑さで、頭に被る分が欲しくなってきたな。逮捕されると困るので我慢しているな。その程度で十分であり、連中は樽を知るということを学ばねばダメである。おもちゃを独り占めしたいだけのバカである。ポスト米英時代、宮城震度3、茨城新潟震度2、桜島噴火。猛暑の原因は米英不遂バビロンがプラズマ兵器を焼けクソで乱れ位置しているからである。投稿者ポスト米英時代日時2013年7月12日17時間0分55秒、宮城震度3、茨城新潟震度2、桜島噴火。猛暑の原因は米英不遂バビロンがプラズマ兵器を焼けクソで乱れ位置しているからである。海底核爆発で起こす大津波に見合う大地震を起こすには、311波では、今回もろともバレてしまうから、超大型地震を起こす必要があるが、イーブリックスの警戒警報とドンテン兵器に阻まれ、うまくゆかず、焼けクソで乱れ位置を始めたようである。イメージとしては、電子レンジのバージョンアップや、虫眼鏡を巨大化した感じである。気温というのは、女湯を覗くために穴を開けるように、大気圏や成層圏に穴を開けて、太陽光を調節すれば簡単で、穴を開ける位置もおばあちゃんの干しぶどうではなく、ピチピチギャルのおっぱいが見える位置に、穴を開ければいいわけだな。国際覗き魔組織の、バビロン絵画にしてみれば簡単なことで、だから50度の隣町が大雪とか、対米再建国で大洪水とか、ありえないことが可能となるわけだな。日本から宇宙開発名目でかつ上げした巨額の金で、こんなくだらない兵器を作っていたというわけである。それをごまかすように、ちゃんと火星探査をしていますと、やたら情報を流し始めたな。どう考えてもハリウッドの近所の、砂漠で撮影したような画像ばかりだな。いつものなささにである。原野商法みたいなもので、お客さんだけの特別情報ですな。来年リニアが開通するんですとか、ここにコンコルドが着陸することが決まりましたとか、豪華客船も近くの漁港に停泊しますとか、来月首都移転して、お宅の隣に皇居ができますとか、嘘800を並べ立てるのが、年中の18番である。我々の世代だったら、へーとか言って買ってしまうところだな。エンゲル係数が100を超えた生活を強いられている氷河期世代は、嘘こけと簡単に見抜いてしまうのであり、そんなことより、うちらの年金を八百長株式市場にぶち込むな、受給開始年齢を勝手に100歳に引き上げるな、多重債務国が破産する前に、米国債を売り払えというのが青年の主張であり、火星ってなんかファンタジックだよね。将来住めるかもなどと、乙女チックなことを考えるバカは一人もいないのである。彼らのもっぱらの関心は、これ以上バスレーンの温度が上がったら、俺のポルシェカレラカウンタック号の、
タイヤのゴムが溶けて、交換にでもなったら来月昼飯抜きじゃねえかよ。プラズマ兵器使ってんじゃねえぞクソジジイ。という感じで、エジプトでも前夜という怒り具合なのである。彼らはギリギリの理性で、今日も愛車のランボルギーニレクサス号というか、自転車で、ブラック軌道に向かい、私も沿道で日の丸を振るような気持ちで、風邪をひきそうな車内からエールを送ったな。誰かの自転車がパンクでもしようものなら、スマホでおのおのなった、至急日比谷公園に集結されたし、などとのろしが上がったら、千代田区全体が競輪場になってしまい、全員が風林火山の旗を立てて走ったら、それだけで安倍内閣は吹っ飛んでしまうな。私もいつでも助立ちに行くようなつもりで、アイスココアを飲んでいるところであるな。そんな状況の中で武蔵マンサックス選挙が行われるな。氷河期自転車軍団は、武田騎馬軍団並みの迫力である。彼らが噴火すること、山の元氏で、怒りを爆発させたらクソジジイもタジタジである。